栄養たっぷりの鶏手羽元のミルクスープ作っていきましょう。材料はこちら。鶏手羽元に塩と胡椒を揉み込みます。鍋にオリーブオイルを入れて温めていきます。温まったら鶏手羽元の皮目を下にして焼き付けていきます。ゆっくりと焼いていきます。すぐにひっくり返さずに、焼けたかなと思ったらひっくり返してみてください。うまく焼けていると、簡単に剥がすことができます。お肉が焼けたら、じゃがいも以外の野菜を入れて炒めていきます。野菜に油が回ったら、小麦粉を入れてさらに炒めていきます。焦げないように気をつけましょう。水を入れてお肉が柔らかくなるまで煮ていきます。お肉が柔らかくなったらじゃがいもを入れていきます。水分が足りなかったらお湯を足してください。コンソメとブロッコリーも入れてさらに煮ていきます。じゃがいもが柔らかくなったら牛乳を入れて焦げないように混ぜながら煮ていきます。とろみが出てきました。味見をして塩と胡椒で味を整えたら出来上がりです。鶏手羽元のミルクスープ、いただきます。優しい味です。